で皆さん、お正月到来でございます。わーっしゃー、やっぱり1月ならではのことを楽しんでいきたいということで、はい、今回は福笑いキャラでゲームします。ということでですね、今回みんなで2人チームに分かれましてですね、はい、2人チーム、これでいいのかな、ここですか、まあいいか、そうですね、こういう感じで2人チームに分かれましてですね、はい、それぞれのチームがこう1人ずつね出てね、はい、で目隠しして、まあそこの流れは一緒ですよ、福笑いのそのパーツを並べまして、はい、取って何のキャラか当てれたら1ポイントみたいな。ああ、だからまあ確実にここで1ポイント1ポイントって取っとかないとちょっと負けちゃうよっていう感じになっちゃうんですけど、まあ福笑いっていうね、ちょっと最近では離れかけているゲームを、楽しい、福笑い好き、あ、好きなの、福笑い好きということで、そんな福笑いを楽しんでやっていきましょう。はい、それはレッツ福笑い。はい、皆さん、そんな企画はやりませんよ。ということで、今回の新本当の企画はですね、福笑い自分の親族だったらドッキリということで、仕掛け人の森とアリスさんです。さんです。二人は仕掛け人で、はい、で今回さやかとりんちゃんのそれぞれの親族の写真をちょっと事前にライブで使った写真を使って用意させていただきまして、でそれを福笑いにさせていただきました。でこっちがさやかのおばあちゃん、かわいい、おばあちゃま、で、こっちがりんちゃんのお父様でございます。イエーイ、すごいかわいいお父さん、はい、このお二人の声を作らさせていただきまして、さやかたちはそれをちょっと知らないまま進行していただいて、本当に自分の親族か、これは自分のおばあちゃん、これは自分のお父さんって気づいてもらえるのかっていう時で、いや、すぐ気づかないとね、気づいてほしい、気づいてくれないと困りますよ、ね、一番身近ですからね、はい、ということで、そんな途中経過でありますが、はい、皆さんにはその様子を見ていただきたいと思います。どうぞ。あ、はい、私たちは見てても指示するのか、あ、そうです、なんか大体、はい、とりあえず目隠ししてもらった状態で今から並べるんで、はい、それでいいですかね、いいです、じゃあ1分で、1分1分1分、じゃあ2人目隠ししてもらって、もう隠します、うん、並べるわ、あ、じゃあ隠してもらって、はい、大丈夫です。よし、じゃあセッティングします。かわいい、高速性自分にゃーん、ちょっと、何のキャラが来るんだろう、当てなきゃね、え、土台でわかんないんだ、A4、 今から落ちます。おー、これ違う、なんかむずいな、キャラクターなんてあれじゃないですか、左右対称じゃないですか、だからそうだね、だからそう、左右どっちなんだろうみたいな、わかんないですよね、今わかってるから、しんちゃんの方すごいキャラクター、いや緊張しますね、ちゃんとできてほしいですね、なんか久しぶりに、確かにずれちゃうから、じゃあ行きますね、制限時間1分です、行きます、よーい、スタート。それ言っていいんですよね、これはそれちょっと下、もうちょい下、もうちょい下、というか逆、逆、あの回して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 、あー、はい、私違う、そうそう、下下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 下、こっち、左手、左手、こっち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 、
じゃあ、目隠し。いただきますかね。はい、そうですね。では、目隠しの方を取って当ててください。せーの。せーの。せーの。めっちゃすげえ。